はい、ということでございまして、名前がテポドンさんでございます。はい、無職歴1年、半年、生活保護受給者25歳男。よく働けるのに生活保護をもらっているのは悪だという人がいます。しかし、どこも雇ってくれないから生活保護をもらっているのになぜ批判するのでしょうか。私は去年の6月頃から生活保護をもらって暮らしています。無論、ちゃんと仕事は探しています。でも本当にどこも受かりません。コンビニ、スーパー、介護、土方、全部落ちました。ちなみに私は面接の時、労働法を守ってるか念入りに質問をします。サービス残業はさせていないか、時給は1分単位で計算しているか、着替えや朝礼など下準備にも後片付けにも時給はきちんと発生しているか、制服など仕事必需品は給料転引きさせていないか。驚くことにこれを聞いた途端に面接官は口を尖らせたり、突然無気力な態度で、ああもういいよと言ったり、最悪暴言まで吐かれました。これからも厳しくチェックするつもりです。違法労働に加担するわけにはいかないので。しかし世間はなかなか雇ってくれない事情を考慮せず、長く生活保護を受けることを批判します。誰も雇ってくれないのは生活保護継続するの当たり前ですよね。まとまったお金がないと仕事を探せません。なんで私みたいなまともな受給者では批判されるのでしょうか。ね、いやまあいいよね、まともだよね。まあそうなんですよ。でもな、あのコメントがよくさ、強いよねこの人。この人すごいよね。いや、なんかどこかでさ、普通折れると思うんだよね、その何十章を受ける中でさ。もう本人薄々分かってるわけじゃん、はい、あの原因は。でもそこはもう法令を守るっていうところを信じてやってるわけだから、うん、何の問題もないっちゃ何の問題もないんだけどね。ね、いやなんだろう、まあ僕ちょっとうがっちゃうよ、すごいうがった見方になっちゃうけど、もう働く気ないでしょ、うん、いやいや、だからそこほらちゃんと守ってくれるところだったら働きますよ。要はあのブラックな会社で働くとさ、うん、まともな会社の方が損するわけじゃん。例えば残業代払わない会社と残業代払う会社が価格競争したらさ、うん、残業代払う会社が負けちゃうわけじゃん。はい。なのでブラック企業で働くことは社会にとって良くないっていうのは正しいのよ。正しい。だからあのこういう方がどんどん社会に増えていくと社会は本当に良くなるんですか。まあそうだね、そうだね、確かにね。どうしよう、この人の生きざまは進めた方がいい？皆様、まあまあまあ、でもこのまま進めていいんじゃない。生活保護もあるわけだから、日本の法律上何の問題もないし、社会良くしようと思ってるから、確かにあのこの理論武装はありだと思う。あ、だからほら、なんか生活保護もらいたい、でも一応なんかあの就職の行かなきゃいけないっていうので、うん、なんか仕方なく行って受かっちゃう人とかいるじゃん。あ、まあね、このノウハウを使うと 100% 受かんないから。確かに。で、なんで受かんないんですかって言われた時に、いやこれ聞いたら残業代出さないって言うからって言ったら、生活保護の人もあーって言って、働けないとしてもそれ言えないじゃん。それぐらい我慢しろとか言えないわけじゃん、役人さんは。確かに確かに確かに。だから、ね、ノウハウとしてはかなり優秀なノウハウだと思うんだよね。素晴らしい。はい。じゃあじゃあ、まあでも確かにね、こうすれば全部法を遵守してくれる会社だらけになるはずですから、はい、まあ、法遵守してくれる会社が、はい、なので、はい、何の問題もなく生活保護人生を全うしていただければ。わかりました。ではもうテポトンさんには森タポを送らせていただきます。はい、うん。